チャリオットの発祥地と電波期限前2000年頃、シンタシュタペトルフカ文化で発明され、急速にユーラシア大陸へ広まった。チャリオットは古代の戦争に用いられた戦闘用馬車である。一般に戦車と訳される。戦車とは本来、古代中国で使われていた戦闘用馬車のことである。中国では現在まで一貫して、戦車はチャリオットを指し、 第一次世界大戦時に誕生した現代戦車はタンクの音を感じ化した広志勝と呼ぶ。現代戦車を戦車としたのは日本独自の訳語である。ここでは古代中国の戦車も含む戦闘馬車全般について記す。紀元前2500年頃のウルオーボから出土したウルのスタンダードに描かれたチャリオット。ブロンズ製のチャリオットと 魚社カデシュの戦いで戦車に乗るラムセス二世、アブシンベル神殿の壁画よりチャリオットは古代、オリエント世界では、シュメール、ヒッタイト、アッシリア、古代エジプト、ローマ、ペルシア、古代中国、古代インドなどで使用された。金刀のものは二輪で馬を二頭から四頭立て、エジプトでは、上院二名、ヒッタイトイスラエルアッシリア、中国などでは三名、多くはサスペンションがなく、 比較や柳のような柔軟な材料で編んだ床に振動を吸収させていた。エジプトでは、車軸は2レ、本体部分は巨竜が使われていた。特に古代、ギリシャやローマの四頭立ての二輪戦車のことを、クワドリガと呼ぶ。古代戦の主力であり、昔は戦車の数をもって戦力とした時代もあった。旧約聖書の列王記や式などには大規模な、 戦車戦の記述がある。地形の制約を受けやすく、また戦力維持に要するコストが非常に高くつくため、蔵やアブみなどのバグの開発、遊牧民の景気兵による騎馬戦術の開発や、定住文化圏への電波、また品種改良による馬の大型化とそれによる重機兵の登場などの影響を受けて騎兵にとって変わられた。どの地域でも戦車に乗って戦った兵士の多くは、 貴族やその指定などで、漁者を担当する者はその部下や奴隷が主だった。漁者は戦力にならないため、射撃戦に対応する弓兵や、白兵戦に対応する槍などのポールウェポンなどで、武装したものを乗車させる必要がある。また、車輪自体に動力はないため、旋回は、 各場の調教に熟練した魚車の手綱さばきたのみで、今でいうところのドリフト走行のように車輪を滑らせて旋回する必要があり、戦車はこのような横方向からの荷重に対して構造上非常に脆い。機動性から見ても、戦力構成から見ても騎兵に比べて大きく劣る。とはいうものの、そもそも馬が小型で背も弱く機丈に適さないために騎兵が、 存在しなかった時代においては、戦車の機動性は他に変えるものがなかった。高速で移動しながらでも弓矢による射撃を行えることや加速をつけたポールウェポンによる破壊力は驚異的であった。騎兵が戦場で盛んに現れる時代になっても、馬上で扱うには大きすぎる長弓や石弓砲で射撃を行ったり、戦車の前面や側面に槍や剣、鎌を取り付けて、 敵の重装不評の隊列に突撃し隊列を分断、混乱させるような運用もされた。春秋時代の中国の戦車の図解号館の戦車製法世界では重装不評時代を挟み、いつ、騎兵と入れ替わったかは定かではない。古代ギリシアでも末期になると、すでに過去に戦車を実戦に用いたことが忘れられてしまい、女子誌や物語作品では、 英雄を戦場に運ぶ乗り物として描写された。古代ローマでは戦車を用いた記録がない。ガイウス・ユリウス・カイサルは、ガリア戦記に、紀元前1世紀のブリテン島での戦車の得意な、用法を記している。ただし、戦場の兵器以外の使徒として、古代ローマでは、戦車競争が行われるようになり、首都、ローマをはじめとする帝国の各地に、競馬場が作られた。 その中でも東ローマ帝国の首都コンスタンティノポリスでは12世紀まで戦車競争が行われていた。現在行われているつなぎが速歩競争はこの戦車競争のスタイルを引き継いだものである。シュメールにおいて最も初期の記録は紀元前2500年頃のものである。メスのアジアのロバとロバの混血の訓がもしくは牛が引いていた。中国では 春秋時代までは戦車が主流であったが、都市国家から領域国家の時代に移行する戦国時代頃より不評戦が主流となった。長のブレー王は紀元前307年に古福記者を取り入れ、これ以降は騎兵の時代となる。しかしながらそれ以降の全艦内以降も防御力、輸送力の高さから戦車は用いられており、屋根のある戦車や屋根の上に、 建物が建てられた戦車も用いられている。戦車は不評の指揮官用の指揮者としても使われた。芝法では戦車は密集すると守りが固くなるとされている。また、孫子には戦車の戦力維持に要する膨大なコストに対する警告が見受けられる。中国における戦車の運用方法に関しては他の項目も参照されたい。リマモル公文隊によれば、 中国の州では1台の戦車に75人の兵が従い、蘇では1台の戦車に150人の兵が従った。また、曹操軍では、後者1台に75人の兵が従い、主者1台には水事府、警備兵など25人が従った。主にスピードで不評に勝る、機動兵器として運用されたチャリオットとは別の、潮流として馬車ないし荷車の人力を超える、 重量物搬送機材としての側面から、重防護かつ移動可能な装甲兵器としての利用例も見られる。時代は古が、フス戦争においてフス派勢力が馬車に装甲を施して銃撃戦のベースとして装甲馬車を用いており、また幕末期の日本において徳川成明が銃撃戦に対応するための装甲をした、儀車上の戦車、安心車を考案している。遡って、 戦国時代にも、対鉄砲用の防護物である竹束は荷車に乗せて、押し出すこともあった。これらの、主戦兵器が下記への交代機に出現した、走行兵器だが、急激に進歩する銃や、大砲の威力向上にはこうしえず、将兵が防御を捨て去ったのと同様に、短期間で捨てれた。ありがとうございます。